どうも、ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は理想的な光の番人を紹介します。昔ほど登場しなくなったんですけども、今でも使ってる人は多いですよね。光の番人。光の番人は L サイズがいいです。ステータスをカンストするとこんな感じ。HP がかなり高めに成長します。特技ですけども、電撃のコツ、2回行動、復活の祈り、スライムキラー、ロケットスタート、電撃ブレイク大となってます。電撃の攻撃がとにかく高いですし、ロケットスタートで火力も出る。で、復活の祈りでさらに生き返らせるとなかなか嫌なモンスター。理想スキルはこの3つで間違いないと思います。まずはライトニングですね。メインウェポンとなるジゴスパークを覚えますし、電撃ガード大、そして素早さも上がるので、攻撃はライトニングでいいでしょう。そして残り2つですけども、稲妻ガード、スーパーガード。この2つですね。攻撃力アップは入れなくていいと思います。入れずに全然ダメージが出るので、耐性系を積んであげましょう。で、耐性はこんな感じです。電撃と光が完全無効化されます。そして、幻惑と火。これが100ですね。そこそこ軽減されるっていう感じです。で、こっち側。麻痺は完全にガードできるんですけども、まあ、休み、眠り、即死。そこそこ防ぐことができるので、まあ、この体制で今のところはいいと思います。最後に、光の番人の育成方法ですけども、ステータスは、HP 以外平均的です。なので、HP が高めのモンスターと配合してあげると、カンスト値が出やすくなります。まあ、ある程度カンストさせたら、タデも使って成長させましょう。はい、ということで今日は理想的な光の番人の紹介でした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。